1978年のコース1978年のルマン24時間レースは46回目のルマン24時間レースとして1978年6月10日から6月11日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた。ルノーは1977年の F1 世界選手権に V 型6気筒ターボエンジンでデビューしそちらに重点を移したくなっており 早めに、ルマン24時間レースで勝利したいと思っていた。ポルシェ936はここまで、アルピーヌルノー A442 に対して、勝利を続けていたものの、ポルシェとルノーの争いはエスカレートし、ポルシェは、エンジンヘッドを水冷4バルブとした 2142CC エンジンを用意し、ポルシェ936-78に搭載して投入。ルノは、 従前 1997cc だったエンジンを、レギュレーション上限の 2138cc に、拡大し新型のアルピーヌルノー A443 に搭載したほか、1997cc エンジンを搭載した、アルピーヌルノー A442 バイトを1台、アルピーヌルノー A442 を2台、合計4台にて、レースに臨んだ。55台が出走した。 アルピーヌルノー A443 は、ユノディエール最高速度時速 367km を記録、人々を驚かせた。決勝ではルノーが先行し、ポルシェはエンジニアターボにトラブルを起こして遅れた。しかし新型ルノーも午前10時にピストントラブルを起こしてリタイアした。17台が完走した。優勝者のアルピーヌルノー A442 バイト2号車。 ティリエピロに、ジャンピエール女子総組の乗るアルピーヌルノー A442 倍と、2号車が24時間で5 0 4 4 5 3 0トルを、平均速度時速2 1 0 1 8 8トルで、走って優勝した。ルノーはこのレースに勝利しただけでなく、ターボ係数がニット高く他の誰もターボエンジンで戦おうとは思わなかった、当時のフォーミュラ1において、 倍の排気量のマシンと戦う上で貴重なノウハウを得て撤退。この後、フォーミュラ1の常識を変えていくことになる。ありがとうございます。